はい、こんにちは、しおです。今日もポケットモンスターバイオレットやっていきます。今日は先生のイベントをね、ちょっと全回収しようかと思います。まずはレホール先生からいきましょう。ですねあの杭を全部抜き、この辺のね、祠が4つあるんですけど、4つ全部巡ってきましたので、災いの元となる4体捕まえてますので、このままレホール先生に話しかけてみましょう。特にね、イベントないから裏でやっちゃった。災いの宝見つかったか？はい。お、災いの器、ディンルーを捕まえたのか。うん。うひょー、興味深い。好奇心があふれんばかりだ。形や大きさからして、この器は日用品ではないだろう。そうね。芸術品、もしくは神を祀る祭器として使われていたのではなかろうか。角を持ち、目を模したデザインは何かしらの意図を感じるな。信仰の対象、その神自身が器の形になっている可能性が。謎は深まるばかり。ああ、知識欲が満たされていく。報告できる調査が残ってるそうだな。あ、全部一気に行くのか。災いの剣、パオジアンを捕まえたのか。うひょ、興味深い剣の握りと刀身部分が左右の牙となっている。あ、そうなんよね。ポケモンになる時に折れたか、はたまた最初から。いや待て、折れた剣を王が買うなどありえないか。もしくは折れた状態で使う武器だった可能性も。折れた状態で使う武器の形状はしてなかったけどな。ちょっと後で一斉に見せますね。災いの木簡、チオンジェンを捕まえた。はい。この順伝たちはね、私チオンジェンが一番好きなんだよね。これほど連なっている木簡とは大長編じゃないか。出土する木簡は大体が落書きやただのメモが多いのに、それでも当時を知れる貴重なものだが、読み取れないが、この長さは物語、はたまた呪いの言葉か。文字が薄れているのがもどかしい。王の興味を誘った木簡。どんな文章が書かれていたんだ。はい。マガタはイーユーを捕まえたのか。マガタマはその神聖さから祭祀のために身につけられていた。主にペンダントのように一つを首から下げていたようだが、イーユーには四つもついている。そうだね。耳や手首など、対となる部位を飾る装飾品だった。あー。もしくは祭祀は4人で行う。魔除けとして使われていたマガタマが災いと呼ばれるに至ったその経緯とは。ああ、謎は深まるばかり。知識欲が満たされていく。レオユーゾシオ、実物を見れてよかった。いえいえ。なんと今ので災いの宝全ての調査報告を終えたか。まさか貴様がここまでやってくれるとは思わなかったよ。レオユーゾシオ、本来なら災いの宝は私がこの手で調べ、手中に収めたかったが、純粋な貴様だからこそ成し得たのだろうな。喉から手が出るほどのお宝はひとまず貴様に預けておくよ。私なりの感謝の印だ。持っていくがいい。ワルダクミ、ありがとう。しお、貴様は面白いな。観察リストに入れさせてもらおう。何その観察リスト。よーし、レホール先生終わった。ということで、純伝説見ますか。あ、違う、間違えた。純伝説なので、見たくない人いたら飛ばしてください。まず、チヨンジェン。私の両手座だなって思った。チヨンジェンさんと、パオジアンさんと、この子がね、牙になってるんだよね。剣がね。明らかにパッキリ折れてるし。で、ディンルーさんね。この子もなかなか可愛い。体がね、地層の形、地層の色っていうのしててね、いいよね。あと、イーユイね。これね、目の周りにマガタマが張り付いてます。金魚ですね。こいつも可愛い。割と良いね。はい、という感じです。ということで、次は、沢田先生のとこ行こうかな。あと、ちょっと今、パッと図鑑じゃないや、ボックス見えたと思うんだけど、図鑑を、全部コンプしましたので、ジニア先生もね、フラグが立ってますので、後で行きましょう。
サワロ先生、甘スパイス持ってきました。はい、これが秘伝甘スパイス。早速調理させてもらおう。なんか新しいレシピくれたりするんかな。そういうわけじゃないのかな。あ、甘ーい。なんと甘美の味わい、まるで甘い蜜を100倍ほど甘くしたような。甘すぎて喉痛くなりそう。わあ、沢野先生何食べてるの。すっごく甘い匂い。笑顔で食べてたし。違う、これには訳が。甘いの好きなんだ。ギャップでいいね。その発想には至ってないんだね。これまでの人生、期待されるイメージを崩さぬよう努力してきたが、そのような考え方もあるのだな。さて、塩さん。秘伝甘スパイスの謝礼だ。ヤドンカップ嘘。絶対それにしよう。君のおかげで甘美の体験ができた。それに我が輩の狭い世界が少し広がったような気さえする。君にたらふくの感謝を送ろう。ありがとう。ヤドンカップか、いいな。おすすめの甘味どころがあれば共有を願いたいものだ。アローラにマラサダっていう料理がありまして。では次に行きましょうか。ジニア先生、図鑑埋め終わりました。あ、シオさん、どうも。ポケモン図鑑200種。あー、まだその段階か。ちょっとここからガンガン行きましょう。山のポケモン、海のポケモン。あ、こんなところにもいるんだ。すみません、取り乱しちゃいました。大前進ですよ。何くれる。あ、クイックボール。あ、ありがとうございます。もっと早くくればよかった。クイックボール結構買ったんだよな。ポケモン捕まえるプロフェッショナル。次はいよいよ完全制覇、目標400種類で行ってみましょう。あ、来ましたよ。本当に難しいことですが、塩さんならやり遂げられます。あ、もうできてます。もうできてます。え、もしかしてポケモン図鑑400種類集めてくださったんですか。集めたから来いって言ったら先生やで。ポケモン図鑑の完成だ。すごい、本当にすごいです。いや、あれはプログラムされていたのかな。こう言って来るように。バルデア地方のポケモン調査は塩さんのおかげでこれ以上ないくらい進みました。この前怪しいお店で買ったお土産ですいませんが、先生からこちらプレゼントです。ひかおまかい。やったー、それが欲しかったー。持っていると光るポケモンと出会いやすくなると言われる不思議で光り輝くお守り。何かもっとちゃんとしたものをあげられればいいんですけど。あ、校長。何やら騒がしいですが、どうされました。あ、クラベル先生、実はカクカクチカチカで。なんと、翔さん、そんな偉業を達成されたのですね。はい。僕もびっくりしちゃいましたよ。ジニア先生も喜んでいますし、私からもお祝いさせてください。頑張っている生徒には賞状を差し上げましょう。ポケモン図鑑を認定している企業からもメッセージが届いていますよ。おお、あ、校長のスマホは白やった。デジタルの賞状、イエーイ、ありがとうございます。なんか初代風のカラーリングのさ、御三家だね。わかる、このなんか色のにじみ方が初代のイラストって感じ。アプリでいつでも見られるようにしておきました。あ、賞状どうも。クラベル先生はプログラミングもすごいんです。あ、なんか研究のあれだよね、上司と部下って感じだったよね、確かね。それはそうと、塩さん本当によく頑張りましたね。塩さんの宝がポケモン図鑑完成だったなら宝探し大成功ですね。そうね、確かにジニア先生いいこと言うじゃないですか。えへへ、一応担任の先生ですから。図鑑は完成したとしてもまだまだ冒険は始まったばかり。これからもパルデアのポケモンにいっぱい出会ってくださいね。包丁も見守っていますよ。はい、ありがとう。そうよ、こっからヒカオマを手に入れた私は色違いを探す旅に出るのだ。では、どうしよう、全部やり遂げてしまった。
全部やり遂げてしまったし、まだ10分程度しか経ってない。もうちょい短いかもしれんな。あー、どうしようかな。このまま事務戦回るか。2周目。はい、ということでフリッチタウンにやってきました。事務戦ちょっとね考えた結果、ストーリー上でというか最初に行ったジムと反対回りに回ろうかなと思うので、一番最後に戦ったライムさんからね行こうと思います。行ってみよう。あ、もういる。こんにちは。久しぶりだねあんた。確か塩だっけか。はい。今日はどうしたんだい。ラップバトルやりに来たのかい。ラップバトルはしません。ジムの視察。あ、トップから頼まれてうちの視察に来たって。うん、あんたが澤高の代わりね。だいたい話は分かったけど、ルーキーチャンピオンを起こすなんて、あたいも舐められたもんだ。何個の間。悪いね。あんたにイラついてるわけじゃないさ。まあ、潮に参りたかったし、来ちまったものはしょうがないか。せっかくだし、あ、せっかくだ。あんたの実力見せてもらうとするかね。あ、じゃあ、お願いします。あ、でもこれダブルか。待って、戦闘、あれだ。戦闘二人分用意してねえや。まあ、いっか。よし、来た。決まりだ。ついてきな。不定期ステージ始まりだ。ゲリラってやつ?いいね。あんたがジムテスト来たのほんのちょっと前だったのに、今じゃチャンピオンでトップの代わりと来たもんだ。ほんと、この年になると時間があっという間に過ぎていくよ。なんか、ラップで人気のライムさん、40年ぐらい人気が続いてるって言ってたから、結構なお年を召しているらしい。でも40年人気があるってすごいよな。学校のね本を読み返しててね気づいたんだ。なんてセンチな感じはノーマッチ。ナイスなライムがインダハウス。マジキなバトルでチェケラナソウル。若葉なパワーがたわわに売れりゃあたいの魂シェイクしな。来たね。観客も来てないうちから始めてくれるのか。やってやるぜ。はは、はなんてこったい。あんたのパンチ最高だね。あたいの魂震えすぎてスムージーになっちまったよ。さっきはルーキーなんて言って悪かったね。桃高にゴーストの力を認めさせたくて焦っちまってたのさ。あんたのバイブスは本物だ。あたいが保証する。これからはこのライムがあんたのバッグについてるから、ムカつくトレーナーや霊がいたらすぐ呼びな。あたいが力になるよ。グッドな現世を謳歌しな。バイバイベイビー。よし、じゃあこの調子でガンガンいっちゃうか。ちょっとバトルは多分カットしてると思うんだけど、行きましょう。あ、いるわ。みんなここにいるんか。リップさん背高え。あら、しおちゃん、おひさ。この前会った時よりさらに美しさに磨きがかかってる。ありがとうございます。リップさんもどこでそんなおべっか覚えたの。大人の階段登っちゃった。へえ、しおちゃん、おもだかちゃんの代理なんだ。正直あの人ちょっと苦手なの。あでやかオーラでキャラ被るし。だから代理の方が帰ってよかったかも。しおちゃんとならリップのびのびと実力出せちゃう。じゃあ早速リップと究極の美追求しちゃう?はい。やりましょう。決まりね。バトルコートにインしましょう。本番前の胸の高鳴り。体中の細胞が浮き足立ってる。相手がしおちゃんみたいなごいすうな人ならなおさらね。リップね、嬉しいの。自分が関わった才能が目覚めて羽ばたいてくれて。他の人が頑張ってるの見てたら、見たら自分も泣かないで頑張れる。リップの辞書に悲しみはない。あっていいのは驚きの美しさだけ。本当の喜怒狂楽エクササイズ、しおちゃんに教えてあげる。そういえば今日チャーレムいね。さすがね、美しさも強さも十分カンパケしてる。カンパケ?リップの業界はね、半端な才能の持ち主は大体すぐに消えてっちゃう。壁にぶち当たって挫折してやけになって堕落して、普通の人よりも不幸になっちゃうの。それなら最初から才能なんてちょっともなければよかったのにね。しおちゃんは消えないで自分の才能を究極まで突き詰めて。リプとの約束、頑張って守ってね。それじゃあお疲れ様です。お疲れ様です。
よし、お次はグルーシャ君、久しぶり。あれ、あんたは滑りに来たの？今日雪の調子良かったか？うん。会いに来た。むむ、全く意味がわからないんだけど。めっちゃ喋ってるわ。なるほどね。あんたが桃高さんの代わりなのか。チャンピオンランクになって夢が叶ったみたいでよかったね。いや、悪かった。どうしても皮肉っぽく聞こえるな。本当にすごいことだと思ってるよ。ただ僕としては複雑でさ。実力を見に来たんだろ？さっさと終わらせよ。はい。表に出ようか。雪が降ってなければいいね。降ってる。パラパラだけど。さっきまで降ってなかったのにな。ここはこういう演出なのか。あんたにとっては最悪だ。雪山は僕の味方みたい。年に何度かこういう風にリーグの視察があるんだ。ふさわしい実力を発揮できなければジムリーダーから降ろされるテスト。桃高さんは形式的なものって言ってるけど、スノーボーダーの夢を絶たれて残りの才能さえも刈り取られたら僕には何が残るんだ。ちょっと寒いこと言っちゃったけど、話はもう少し簡単なんだ。あんたを完膚なきまでに凍えさせればいいだけだから。行くぜ。負けねえよ。桃田さん、桃高さんも人が悪い。絶対勝てない相手をよこすなんて。だけど後悔はしていない。実力は出し切ったつもりだ。本気であんたにぶつかって負けて悔しいって思えた。もう少し本気でジムリーダーやってみようって思った。僕の冷め切った情熱に再び火を灯してくれてありがとう。しよう、次やるときは負けないよ。風邪ひかないように気をつけて雪山下って。よし、青木さん、久々。トップとの待ち合わせ時刻。アポなしの珍客。あの人のやりそうなことです。全てを察しました。早い。ありがとうございます。どうもご丁寧に。トップは自分の上司なんですが、まさか学生までこき使うとは。なるほど、学校の大会にトップを呼ぶためにお手伝いを。好きでやってるならいいんです。自分は願い下げなんで。それではとっととタスク完了といきましょう。はい、行きましょう。では食堂に。はーい。自分とは四天王戦実技テストで戦っているので、俺といって何の考えもないでしょうが、よろしくお願いします。そうね、青木さんとはめっちゃ戦ってる。この度はジムリーダーとしてなので、いつものポケモンを使わせてもらいます。うん。ノーマルタイプ、普通、波、平凡、ありきたり。個性のない自分に似つかわしく愛着が持てます。人間もポケモンももっとわかりやすくでいいんです。やれ、突飛さだ、奇抜さだ、けれんめが評価される世の中ですが、楽しい旅行先よりも帰ってきた我が家が一番安らぐでしょう。そう、シンプルなのが一番強いんですよ。行きましょう。テラスタイプをチェンジするかいじゃないよ。今は黙っとってくれや。あなたも大変ですね。トップは個性的な人ですから。平凡な自分にとってあなたは刺激が強すぎる。でも少しだけ分かりました。あ、誰に電話してんだあの人。四天王の時は飛行タイプを使えと言われた意味。平らな道を歩くだけでは気づけない景色がある。たまにはあなたのような空を行く才能を見上げるのも必要だ。あくまで業務ならやるだけです。好き好んではやりませんよ。本日ノー残業デーなのでこれにてさようなら。お疲れさんです。いるね。トップの目玉はエレキネット。何者なんじゃ、あれ素でもそれなの。何者なんじゃ、なんじゃもんです。おはこんハロちゃおって、おもだかしじゃないじゃん。トップの代わりです。シオです。シオ氏が新チャンピオンでトップの代わり？ちょっと前ジムテストしてたのに実力しびれたんのぼりだね。すご。
ってことは今シオシとコラボすれば僕の人気ももっとウハウハに。ふひにっしっし。はい、わかった。オッケーオッケー。なるへそ物語。なやそれ。トップの代わりに視察に来た君に何じゃもの本気見せたるやないかい。じゃあもう早速本気バトルやっちまう？やっちまおう。あれ、これ配信するんか。おし、それじゃあバトリバへ赴くぞよ。あいにくの雨。びしゃびしゃです。配信してるな。おい、顔隠れてるかな。どんなもんじゃ TV をご覧の見習者、おはこんはろちょ、なんじゃもです。今日のゲストは、成り立てほやほや新チャンピオンのしおしだ。眠そうな顔してるけど、私。しおしってば、ジムリ界隈でも激バズな話題の中心なんだよ。あ、そうなの？ジムリーダー同士で集まってお話しすることあるの？思えば、君のジムテストっぷり超ビリビリっと来てたんだよね。どんだけバズる動画になるか、今から数字が楽しみすぎる。んじゃもう動画の引きはこのくらいにしといて。皆の者もお待ちかね。そろそろバトル行ってみようか。なんかすごいね。今日の配信すごい近距離でやるじゃん。ジムリーダーなんじゃもがめったに見れない本気出してみた。行きましょう。いやいや、負けて悔しい気持ちもあるけどさ。今回のどんなもんじゃ TV 視聴者数爆上がり。安心合わせ天に召され。やっぱ話題の人物は集客力が違うわ。また定期的にコラボしてね。あと他の配信者の動画には出ないでね。契約ということですから。そんじゃもうトップによろしく。いい感じに報告しといて。みんなの目玉はエレキネット。何者なんじゃ？なんじゃもでした。バイバーイ。めっちゃいい絵。よし、次はハイダイさん。ヘイダッシャイ、カラフジメへようこそ。て、うお、なんだお前さんだったかい。別のお客さんと勘違いしとった。代わりに来ました。ほう、そうかいそうかい。澤高城の計らいかい。ついこの間バッチ集めとったお前さんがもうチャンピオンランクとはな。まるで出世をポケモンピチピチ進化で大量大。そんな出世頭じきじきにオイラを見極めに来てくれるとはな。こちとら評価されるのはレストラン経営で慣れっこだい。さて、ジムリーダー足りえるか、オイラと一勝負いっとくかい。はい、行きましょう。よっしゃ、おじさんについてきな。あいよ。お前さんがワカメを競ってくれてから、うちのワカメ料理は大人気。ほんと？あの時ありがとうな。さすがチャンピオンの器だい。いやはや、こういう仕事してるといろんな人間に会うんだな。お前さんみたいに勢いよく流れる者もいれば、停滞し淀む者もおる。年食った大人は校舎を望みがちだが、おいらにはちょっと退屈だい。川は流れ海となり、雲へ登り、また雨となる。千変万化の激流ハイダイ、その身をもって測ってみてくれ。行くぜ。トップも認めるその圧よ。さすがに大量だい、大量だい。激しすぎる水流は良くも悪くも周囲を巻き込み多大な影響をもたらすだろう。なお一緒にいてくれる友人はお前さんにとって大事な存在だな。若い力に当てられておじさんやる気が鉄砲水。澤高城に伝えておいてくれ。ハイダイはより激しく変化すると。頼んだぞ若者よ。またのご来店お待ちしとるからな。結局ハイダイさんのお店一回も入ったことないんだよな。はい、来たぜ。アバンギャルド。あ、どうも。アバンギャルド。貴様は塩、いや、アーティスト塩ギャルド。変な名前つけないでよ。塩です、チャンピオンです。塩です。そんなことどうでもいい。貴様との芸術的な戦いを思い返しては今一度、あ、今見えたいと願っていたのだ。来てくれて嬉しいぞ。母なら自然に感謝だ。この後トップチャンピオンと会う予定だったがキャンセルだ。これは、やばいじゃん。私と芸術について語らないか。まあいいでしょう。キャンセルするのはどうかと思うよ。なんだ、トップチャンピオンの代理としてきたのか。まあいい。貴様と再び合作ができるならどういう理由でも構わんからな。それではしよう。芸術の扉を開く準備はできているな。はい。もうだかさも大変だね。
アバンギャルド、それでアトリエに向かうぞ。コルサさんにとってフィールドもアトリエなんだね。多分普通に芸術のアトリエも持ってるんだろうけど。見てみろ、シオ、ボールの風車を。このパルデを流れる風を受け、ゆっくりと力強く回っている。あそこからジェム挑戦者の眼前に私が飛び降り登場することで、戦いにより深みが増すのだ。なるほど。そうですか。なるほど。さすがシオ、分かってくれるか。分かってはないけど。今回は私が足を痛めずとも最高傑作が生まれるので割愛するかな。足を痛めてるの、毎回。大変な仕事ですな。私たちは互いに表現者。これ以上言葉はいらないだろう。さあ、準備はいいな。合作開始だ。オッケー。勝負の最中、流れるように色彩を変える独創的なグラデーション。荒々しく、それでいて優しい。縁も言われぬコントラストに脱帽だ。貴様との戦いはいい。芸術を始めた頃の初めての気持ちを思い出させてくれる。そういえばトップチャンピオンの視察を兼ねているのだったな。なんか考えてるぞ。まあそちらは適当に報告してくれ。あー、インスピレーションが止まらん。止まらんぞ。新作の制作に取り掛かるゆえ、これにて失礼する。さらばだ。さあ、最後は楓さん。どうも、パティスリームクロジー店長の楓です。あらあら、もしかして噂の新チャンピオンってあなたかしら？そうです。やった、大正解。シオさん強かったもの。私のケーキとっても美味しそうに食べてくれたし。ちょっと楓さんのね、お店のものが買いたいんですけど、買わせてくれないんですよ。買わせてください。美味しそうに食べてくれたし、そういう子は伸びしろがあるんです。あら、トップチャンピオンのお使いで来たんですね。トップの視察があることすっかり忘れてました。スタッフにケーキ配りに来てたおかげですっぽかさずに済みました。ラッキーラッキー。それでは新チャンピオンの力味見させていただこうかしら。はいよ、楽しみだわ。場所を移しましょうか。はーい。いや、楓さんとは本当に久しぶりだな。思い出すわ。シオさんのオリーブ転がしっぷり。まるで格闘タイプにテラッサルしたような勢いだったもの。え、それも見てたの？シオさんにとってうちは何回目のジムだったんでしょう。最初だよ。セルクルジムは学校から近いので、最初のジムに選んでくれるトレーナーさん多いんですよ。だからお菓子のように甘く戦うようトップから言われてまして。でも虫ちゃんたち負けてばかりだとかわいそう。こういった機会だと本気出せるから高まっちゃうわ。完膚なきまでにひねって差し上げますね。さあ、本気見せてもらおう。まあラウドボーンで燃やすんですけどね。行きましょう。トップに引けも劣らぬ結構なお手前でした。ああ、本気で勝負して負けるって気持ちいい。甘く戦いすぎるのは相手にも自分にも良くないのかも。料理のお師匠ハイダイさんにも元楓らしくと言われてたし、これからはもうちょっと自分らしくやってみます。ジム難しくなったって言われたらビター味になったって言い訳しちゃおう。それではまたお会いしましょう。ハイダイさんとも面識、それあるか。ジムリーダー同士だしな。仲良さそうな気はする。さあ、あ、トップかな。もしもしチャンピオンシオですか。あ、そうです。私、山高です。ジムの視察はいかがでしょう。終わりました。どうして番号どうして番号。私はトップですので、チャンピオンランクの方全員の住所連絡先は把握しております。怖い。先ほどジムリーダー全員からあなたがいらした報告を受けました。チャンピオン仕様にお願いして正解でした。あなたと勝負できたことはみんな喜んでおいででしたよ。視察のご報告は直接お聞かせ願いたいので、アカデミーエントランスにてはこの後落ち合いましょうか。それではお待ちしております。はーい、じゃあエントランス行こう。さあ、いた、おもだかさーん。待ってよー。ごきげんよう、チャンピオンしよう。そういえば本に囲まれたこちらのエントランス、あなたはどう思われますか？めっちゃいい。好きです。それよかったです。数年前私がリノベーションのデザインをさせていただきましたので。あ、そうなんだ。早速ジムリーダーたちのご報告をお願いいたします。こちらでは人の目も耳も多い。どこか秘密のお話ができる静かな場所、ご存知ないですか？どこ？校長室？
もう自分の部屋やんけ。自分の部屋やんけ。ここがチャンピオン潮が生活している寮のお部屋。あ、そういえばあの机の上に飾ってある緑のフレーム。あそこなんか多分友達との写真って書いてあったから。4人の最後ね、エリアゼロの後の写真がね、多分飾ってあるんだと思う。見れないんだけどね。見たかったわ。もう一回。チャンピオンとしての素質はこちらで培われたのでしょうか。そうですね。いえ、そういえば、寮には最近入られたのでしたね。いや、でも結構帰ってきてるよ、私は。近々ご実家にもお邪魔させていただくやも。さて、本題に入りましょう。ジムリーダーたちを視察したそのご報告をお願いいたします。チャンピオン潮から見て、一番戦いやすかったジムリーダーはどの方でしたか？戦いやすかった？戦いやすかったか。みんな、てか、また今回もね、ちょっとなんじゃもちゃんに一匹持ってかれちゃったんだけど、それ以外は、ほぼいけたかな。だから誰でもいいんだけどな。あ、でも、誰でもいいな。楓さんにしとこうかな。あんまりいい印象持たれなさそうだけど、楓さんにしとこうかな。一番印象に残っているジムリーダーはどの方ですか？印象に残っている、強いとかじゃなくて、印象に残っているの。いやでもさっきなんじゃもの話題出たからなんじゃもにしとこ。なんじゃもさん。一番苦戦した。あー、こっちでよかった。こっちでよかったのか。ほう、なんじゃもさん。最後に大事な質問です。あなたが一番好きなジムリーダー。迷う。結構みんな好きなんだけどな。ここグルーシャ。じゃあグルーシャで。グルーシャさんなのですね。以上で質問はおしまいです。ありがとうございました。チャンピオン潮の視点大変興味深かったです。運営の参考にさせていただきますね。私の感謝を受け取りください。王者の印、あ、どうも。あなたのおかげで私のスケジュールにとても余裕が感じられてきましたので、校長室でお話しした大会はぜひとも参加させていただきますよ。チャンピオンネモもきっと喜んでくれますね。それではお邪魔しました。お疲れでしょうから本日はゆっくりとお休みください。はーい。寝ろってことかい？1週間後。はい。ネモの働きやポケモンリーグの協力によりポケモン勝負の大会が開催される日になった。誰だ？ネモか。あ、ネモー。あ、しよう。どうも。ギリギリなんとか学校最強大会開催の準備が整ったよ。あ、大会の名前ね。学校最強大会にしたの。わかりやすいでしょう。ペパーがバトルスクールウォーズがいいって言い出して、クラベル先生が気に入った時はさすがに困っちゃった。シオは心の準備バッチリ？うん。え、なんでその会議私も呼んでくれなかったの？お腹の底からいい返事。チャンピオンの実力見せてほしいな。シオのおかげでトップもゲスト参加してくれるし最高。残念ながら私は運営で裏方に回るから、実際に戦えないんだけどね。シオの強さ客観的に研究させてもらうよ。それじゃあエントランスの受付に集合しよう。遅刻厳禁だよ。はーい。よし。じゃあ、最後は学校最強大会に出場して、このシリーズ終わろうかなと思っております。はい。ということで、今回はこの辺にて終わりたいと思います。お疲れ様でした。次回もよかったら見てください。妹のことすっかり忘れた。じゃあねー。